皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ファクトリータウン、実況始めます。後半戦最初のキャンペーンをクリアした前回、広いマップ全体を囲む環状線が大活躍。鉄道便利よね。魔法のアイテム生産も本格的に開始。マジックアイテム売って儲ける怪しい商売。新たな生産施設も登場してなかなか複雑になってきました。エンチャンターとか交易所ってのはちょっと他じゃ見かけないのよね。ただマップが広くなるだけでなく研究レベルアップやクリア条件もますます複雑に。ただ掘って生産するだけではとても追いつかない証拠の頃。正直いきなりだと戸惑うのよね。今回からまた新たなキャンペーン、レベル6に挑戦です。まだ3つも残ってるのね。これキャンペーンだけでも結構なボリュームなのよね。なんだかんだで40時間以上プレイしてますからね。クリアするだけならこんなに時間かかんないのよ。ただクリアするだけというのも少々味気ないですからね。何か刺激が欲しいのですよ。倦怠期の夫婦生活みたいなこと言うのね。それではキャンペーンレベル6のスタートです。キャンペーンスタート。まずはいつものようにクリア条件を確認しましょう。今回のクリア条件は技術レベル8の達成、そして力、体力、治癒、防御の4種の魔導書それぞれ25冊の生産です。なんかいよいよファンタジー地味てきたのね。前のキャンペーンで魔法の本は作りましたが、これらはその上位版ですかね。あの村人さんたちこんなの何に使うのかしら。謎はつきませんね。とにかく以上が今回のクリア目標です。次はこのキャンペーンのマップを確認してみましょう。何これヒット、前のマップよりさらに大きくなってるじゃないの。マップの半分が緑地でもう半分が砂漠。しかも緑地は海や川がかなり複雑に入り組んでいますね。鉄道にせよコンベアにせよ輸送にはなかなか苦労しそうです。遠目にも見たことない資源もちらほら見えるのよ。点在する小島に配置された資源も多いですね。距離もありますし、これは資源の調達に苦労しそうです。そしてこちらが今回我々が開発する村です。相変わらずデフォはしょぼい村なのよ。お店や学校など最低限の施設は揃っているようですね。今回もやっぱ初手のムーブはいつも通りなの。そうですね。やはり何はなくともまずはコンベアです。コンベアの自給体制を整えずして村の発展はありえません。コンベア対戦万能説。まずは村の中心から少し離れた場所に木のアイテム生産ラインを作りましょう。それではお仕事開始です。まずは川向こうの森にエイリン小屋を建設。ここを木材アイテム生産の拠点とします。エイリン小屋から丸太の供給ラインを延伸。いつものように製材所に剣と工房1軒を建設。基本的な木のアイテム生産ラインを作ります。いつもなら生産したアイテムを町の中心に運ぶところですが、今回は少々距離が離れているので近くに倉庫を建ててそこに在庫します。建てる倉庫は2軒、1軒に生産したコンベアを、もう1軒は建築に必要な木の板を在庫しておきます。あらかじめアップグレードして容量も増やしておきましょう。今回は最初から布の搬送ベルトの生産から始めます。ちょうど近くに綿花の自生地があるので木の生産ラインにコンベアで供給しましょう。木のアイテム生産ラインが完成。まずは布の搬送ベルトと木の板の生産からのスタートです。基本中の基本よね。でも今回は村人さんが運搬係しなくてもよかったのね。コンベアの初期在庫がそこそこありましたから助かりました。ただそれもほぼ使い切ってしまいました。ギリギリだったのね。まあ初手からコンベアの生産を自動化できたからスタートダッシュはいけてるじゃないの。いちいち在庫が溜まるのを待つ必要はありませんね。じゃあ次は何をやるのかしら。次はやはり研究ですね。学校はすでに村にありますが、研究材料がなければ研究は進みません。次は研究材料である本の生産ですね。いつもなら木の生産ラインで最初は本作ってたのよね。ただ今回最初から布の搬送ベルトを生産しているので、本と材料が競合するんですよね。どちらの生産も停滞は避けたいですし、生産ラインが村と離れているのもよろしくありません。ここは一つ村の中心で本を生産することにしましょう。まずはやけに村外れにある学校の場所を村の中心に移設します。なんでこんな場所に学校作ったのかしら。学校の範囲に含まれない家が結構ありましたが、それもこれで解決です。デフォルトで設置されていたエイリン小屋の前に、これまたデフォルトの製材所を移設。その隣に工房を1軒建設します。綿花の供給ラインを分岐して本を生産する工房にも綿花を供給。これで本の生産を開始することができますね。本の生産ラインが無事稼働開始。じゃあしばらくはポイント貯めつつ研究のお時間ね。ところが今回はそうもいかないようでして。なんでさ、いつもならしばらくは待ちの時間じゃないの。
このキャンペーンはデフォルトの技術レベルが6になっているのですが、このレベルだと本でいられる通常の研究ポイントだけでできる研究がほとんどないんですよ。あ、ほんと。ほとんど工業とか自然の研究ポイントが必要なのね。つまり早々に研究所を建てて学術所の生産を始めなければ研究が進まないのです。まだコンベアとか本作り始めたばっかってのにもう研究所建てるのね。今回随分とペースが早い気がするのよ。その分最初からアンロックされている施設も多いですね。少なくとも研究を進めるための最低限の施設は建設できそうです。今回もやっぱ研究優先で進めるの。やはり研究を先行させた方が後々楽ですからね。まずは研究を進めて必要な施設のアンロックを進めます。そのために必要なアイテムは村の周囲で生産しますので、マップを広く使うのはその後ですね。じゃあクソ長環状線の出番はまだ先なのね。研究進める間にこのマップでの鉄道の使い方も考えておきましょう。しかしまずは研究所です。研究所を建てて学術所の生産を始めましょう。これからの開発に不可欠なのは何よりも鉄です。鉄関連の研究を進めるためにも工業学術所の生産を始めます。工業学術所レベル1の生産には本と鉄板が必要です。一番近い鉄鉱石の工廠から木材生産ラインの近くまでシュートで鉱石を輸送します。ここはコンベア使わないのね。鉱石の輸送はシュートの速度でないと輸送が生産速度に追いつかないんですよね。シュートの先に鍛冶屋を一軒建設。隣の森にエーリン小屋を建てて燃料となる丸太を鍛冶屋に供給。これで鉄板の生産開始です。学校の近くに研究所建設。これで工業学術所の生産準備が整いました。生産した鉄板は隣に建てた倉庫で保管。研究所へはこの倉庫からワゴンで鉄板を輸送します。結構村から離れてるけど町の中心まで鉄板運ばなくていいの。この鉄板は先々金属の搬送ベルトや鉄のレールの生産にも使いますからね。町の中心に運ぶよりもこの場所の方が便利なんですよ。研究所へ鉄板の輸送を開始。少しでも速度を出すため道は石畳に換装。これでようやく研究が本格的にスタートです。今回は何から研究を進めるの？まずは何はなくとも機械工学ですね。現状では鉄関連のアイテムで生産できるのは鍛冶屋の鉄板のみです。機械工学の研究で機械工場をアンロックしなければ話になりません。次に採掘の効率化を図るための採工場。あとは研究を加速するために工業学術所のレベルにも早めにアンロックしたいですね。盛りだくさんじゃん。こりゃまた研究の待ち時間がはかどりそうなのよ。今言った研究はそれほどポイントも必要ないですので、そこまで待つことにはならないでしょう。あ、そうなの。問題はその先ですね。必要なポイントが飛躍的に増えます。地下鉱脈の採掘を可能にする行動なんて1500も工業ポイントが必要です。あれ便利よね。あるだけで安心感が違うのよ。枯渇しないし。ですのでなるべく早めに行動あたりはアンロックしたいんですよね。そのためにも今回はとにかく研究に専念。今後マップの各地に進出するために必要な研究を先行して済ませてしまいましょう。ほどなく研究ポイントがたまり、機械工学の研究を完了。機械工場の建設には建材として強化板が必要。強化板の生産に必要な釘を生産するために鍛冶屋を一軒追加。鉄板の倉庫の隣に釘と強化板を在庫するための倉庫を一軒増築。生産した強化板を備蓄して今後の建築に備えておきます。次は自然学術所の生産にも手をつけます。自然学術所の生産に必要なのは本とハーブ。残念ながら村の近くにハーブの自生地がないため、近場のベリーの自生地に農場を建設。空いたスペースにハーブを植え付け生産開始。一つの農場でベリーとハーブがどっちも取れるので二度美味しいのよね。農場で生産したベリーとハーブはコンベアで町の中心まで輸送します。町の中心からベリーを研究所に運んで自然学術所レベル1の生産開始。主に医療関係の施設とアイテムをアンロックしていきます。この先に魔法のアイテムのアンロックがあるから、こっちもおろそかにできないのよね。強化板の在庫も溜まってきました。そろそろ機械工場を建てても良いでしょう。建てるのはいいけど何作るつもりなの？鉄のコンベアなの？今回はあくまで研究優先です。機械工場で最初に生産するのは工業学術所レベル2の生産に必要な鉄の車輪ですね。ただいまの鉄の生産ラインにはこれ以上の増産の余地が乏しいので、反対側の砂漠にある鉄の鉱脈で新たに鉄のアイテム生産を始めます。まずは鉄鉱石工廠からシュートを引いて鉄鉱石を輸送します。燃料の石炭は隣の石炭工廠から同じくシュートを引いて輸送。シュートの先に鍛冶屋を一軒建設。鍛冶屋の手前で鉄鉱石と石炭のシュートを分岐。その先にさらに鍛冶屋をもう一軒、さらにその先に機械工場を一軒建設。鍛冶屋に軒も必要なの？工業学術所の生産には鉄の車輪だけでなく蒸気パイプも必要なんです。パイプを生産する鍛冶屋もこのライン上に建てる方が都合がいいですからね。機械工場前には倉庫も設置。鉄の車輪と蒸気パイプはここで在庫しておきます。工業学術所レベル2がアンロックされたら研究所に運びましょう。ほどなく工業学術所レベル2がアンロック。
ゲットできる研究ポイントはレベル1の10倍、こりゃ研究がはかどるのよ。記者ポップを動かすのにまだ色々研究しなきゃいけないし、早速レベル2、行っとく。まだです。まだなの。工業関連の研究を進める前に次は自然関連の研究を進めます。現在基本的な薬品の研究が完了済みで薬局や薬屋がアンロックされていますが、これを発展的な薬品の研究までアンロックしてしまいます。でもさ、記者ポッポとか行動の研究先にした方が良くない？せっかくの10倍なのよ、10倍。その10倍にも関係のある話なのです。まあここは何も言わずこらえてつかあさい。ほんまなん、信じていいのんか。任せてつかあさい。発展的な薬品の研究が完了。でもアンロックされたのって解毒剤とか薬だけじゃん。10倍関係ないじゃん。畜生騙された。騙してません。この研究で重要なのはアンロックされるアイテムではないのです。まずは村外れに学校を1軒追加で建てます。学校ならもうあるじゃん。そして町の中心をクリック。町の特色で学術を選択。これでなんと本や学術書の生産量が2倍になるのです。マジかよ。町の特色に学術を設定する条件は4つありまして、学校2軒、研究所1軒、薬屋1軒の建設、そして発展的な薬品の研究の完了です。だから先にこの研究をやったってことなのね。これで工業学術書レベル2の生産量も2倍です。10倍の学術書の生産量がさらに2倍 ?1 たす1が2じゃなくて100の10倍だぞ、10倍ってやつなのよ。計算合ってませんよ。てんこじ理論なら OK なのよ。とにかくこれで研究を加速する準備は整いました。これからは一気に研究を進めていきましょう。いいねいいね、今回はかなり出だし好調なのよ。まずはどっから手をつけるの？やっぱ記者ポッポなの。最優先はやはり行動ですかね。コストは高いですが枯渇の心配なく鉄の採掘ができるのはやはり魅力的です。設置に必要なツルハシの生産もすでに始めていますし、まずは行動をアンロック、資源の心配をなくしてから鉄道に着手しましょう。意味なし。やっぱ枯渇しないっての大事よね。並行して鉄のレールの生産や金属の搬送ベルトの生産も始めます。枯渇の心配がなければ存分に生産できるというものです。前のキャンペーンではレール作りすぎて交渉なくなっちゃったりしたのよね。鉄道関連の研究とコンベアとレールの備蓄、これが終わったらマップ各地への進出を始めましょう。いいじゃないいいじゃない。しかし切りも良いところなので今回はここで締めですね。それでは工業学術書レベル2の生産が始まり、研究にさらなるブーストがかかるところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。